ベイスターズの先発は浜口。初回ツーアウト三塁一塁とピンチを迎えますが、荒木をショートゴロ、ここは大和がうまくさばきました。このピンチを切り抜けます。一方スワローズ先発は井上。1回の裏ツーアウトランナーなしというところでロペスにホームラン。ベイスターズが1点を先制します。さらにベイスターズは続く4番の佐野、低めのボールでした。右中間スタンドに持っていきます。今シーズン第1号のソロホームランで1回の裏ベイスターズ2点を先制です。2回の表のスワローズ、ワンアウト三塁二塁で井上のこのショートゴロの間に1点を返します。2対1。しかしすぐその裏です。2回の裏ワンアウトランナーなしで鷹匠、ボールには切れませんでした。第1号ソロホームランで3対1。しかし3回の表ノーアウトランナー二塁一塁としていたスワローズ、村上にタイムリーヒットが出ます。これで3対2と再び1点差。さらに荒木、三塁一塁からレフトへの犠牲フライ、これで3対3の同点にスワローズが追いつきます。4回の裏です。ベイスターズノーアウト三塁二塁、ここで大和が2点タイムリーヒット。勝ち越し点はベイスターズ5対3。しかしスワローズは5回の表ツーアウトランナーなしから打たれた瞬間の浜口の表情が物語ります。第4号のソロホームラン5対4、1点差。さらにスワローズ6回の表ツーアウトランナー二塁一塁、バッター坂口、ショートの横を抜けてセンター前、これで5対5の同点に追いつかれました。浜口が交代をします。そして一方のベイスターズ、これ9回の表のシーンですが、ワンアウト満塁、これが9回の表ワンアウト満塁。マウンド上には山崎、村上を三振。荒木をショートゴロに打ち取って勝ち越し点は許しません。5対5のまま延長戦に入って10回の裏、マウンド上にはスワローズは石山。ベイスターズ2アウトランナーなしで宮崎の打球はライトフライ、決着つかず5対5の引き分けに終わりました。